住宅街の上空をひらひらと漂う白い物体視聴者がスマートフォンのカメラで撮影した映像です,すご空を飛ぶ大きな白蛇のようなこの物体撮影されたのは長野県佐久市です昨日午後3時ごろ 空に漂う不思議な物体を12歳の女の子が発見し撮影しました。その後、ガチで降ってくるじゃん。降ってくる降ってくるやば。何これ。白い物体はゆっくりと地上へ女の子の自宅裏手にある公園の方に落ちていきました。 落下した方向に走って向かったところ。え、すごやばいじゃん。白い物体は公園に設置された防災無線や電線に引っかかっていました。落ちてきた白い物体。これは一体何なのでしょうか。FNN の取材班は。

まあ100メートルぐらいはあったんじゃないかなと思いますちょっと汚れていてあんまり触りたくなかったので見るだけで女の子の家族によると白い物体の素材は不織布のようで何に使うものかはわからなかったといいます作詞役所は落下物を発見した際には落下したものや落ちた場所に応じて 関連する行政機関などに連絡してほしいとしています。